今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう、国民の皆さんにお願いします。現在、すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領、報告によると化学物質の搬送車が消え、兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。大統領、大統領、昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が捜査網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。大統領閣下、大統領、アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため一時的に全ての IT システムを停止しました。事態は収束に向かっています。大統領閣下、アンドロイドを新たな知的生命体と信じる人もいますが、それについては？馬鹿げた考えです。次の質問をどうぞ。大統領閣下、大統領閣下、あの変異体の指導者は捕まりましたか？マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。どうも、これで終わります。最後に報告してもらおう。連れてかれるの？わからないわ。じゃあほら出ろ、さっさとしろ、来い。Thank you.
ただの機能を解除しろ。ほら早く。ゴミ箱に捨てろ。さあ来い、こっちだ。さっさとしろ。お前、ゴミ置き場に持ってけ。そんな、嫌だ。僕にはできない。今のは命令だ。今すぐ下がれ。お願いだ。殺さないでくれ。はい、ただいま。説明。ほら、さっさとしろ。お前、あいつら。待って、その子は私と。あっちに行けと言ったろ。2038年11月11日、我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。自由を勝ち取るためならば我らは手段を選ばない。
いてこっちを向くんだ。いいか、手は上に上げろ。私はサイバーライフのアンドロイド、あなたの味方です。私なら変異体のリーダーを撃ち殺し、革命を止めることができるんです。銃を下に置いてこっちを向け。最後の警告だぞ。お前を知ってる。コーナーだろ。人質事件で交渉に来た。死んでなかったのか。アンドロイドは死にません、隊長。悪いが、見つけたアンドロイドは全て拘束せよとの命令だ。一緒に来てもらうぞ。あなたは分かっていない。任務を邪魔させるわけにはいかないんですよ。邪魔はさせないと言ったでしょう。アリス！外に出してくれ。死にたくないよ。お願いだ。出してくれ。アリス！俺は何もしてない。出してくれ。アリス。動かないでください。そのままじっと。アリス！やめろ。頼むから殺さないでくれ。ここから出たいんだ。出してくれ。アリス！ドアの向こうに何？そうだ、間違ってるはずだ。誰か何も悪いことしてないんだ。ああ、そうだな。ジェリー、きっとあいつらも困るはずだ。ガーラ、そしたら君も捕まったのか。俺たちも全員離れ離れで。心配することないよな。アリスを見なかった。アリス、女の子。ああ、見た。確か見かけたよ。人間は一緒だ。やっぱり人間は悪い奴らだった。なあ、そうだろ。ガーラ、いつでも力になるよ。あの子を助けないと。死んだら悲しいだろ。なあ、そうだろ。何も悪いことしてない。違う。死ぬなんて絶対に嫌だ。カーラ、間違いない、カーラだ。やっぱりカーラも捕まったのか。本当に残念だよ。ひどいことだ。私と一緒にいた女の子を見かけなかった。もちろん女の子も捕まってる、ラルフのようにね。でもラルフは死にたくない。そう、死にたくないんだよ。動かないでください。そのままじっとして従いなさい。ラルフは死にたくない。死ぬなんて嫌だ。死んだら悲しいだろ。なあ、そうだろ。お願い、ラルフ、何も悪いことしてない。落ち着くのよ。違う、違う。じゃないと人間にいじめられるの。何人か殺したけど身を守るためだった。そうさ、身を守ったんだ。動かないでください。そのままじっとして従いなさい。人間は悪い。私を見て。心配いらない。落ち着いてれば平気よ。分かった。女の子は見ていない。いや、ラルフは見ていない。ドアの向こうに。ジェリー、
ジェリー。カーラ、アリスを見つけないと。あの子を見かけてない？ここにいて、すぐに戻るね。カーラ、アリス、大丈夫？怪我してない？ここ好きじゃないね、早く逃げよう。おい、こら、進め。ほら、お前もだ。いや、待って、その子を離して連れてかないで。カーラ、アリス。現在軍が反乱鎮圧の準備を進めていますが、デトロイトは今や内戦勃発寸前の状態です。彼らは廃棄処理を待つアンドロイドが抑留されるリコールセンターに向かっているようです。現在施設の周囲を囲むように兵が配備されていますが、今や反乱分子との衝突はいつ起こってもおかしくないような状況です。自由なくば死を、自由なくば死を。行け！立て直してる。数でも装備でも奴らに負けてるわ。急いで進んで制圧するぞ。それしかない。やるしかない。収容所に攻め込んで仲間を解放するのよ。気をつけろマーカス、お前が頼りだ。それ以外選択肢はない。行こう。
大事を待て。今だ。こんなとこに私たちどうなるの？カーラ、アリス、カーラ、ダメアリス、じっとして。怖いよカーラ。リスから離れちゃダメ。離れれば殺されちゃうの、分かる？じっとしてて。一人にしないでカーラ、一人で怖い。手を貸すよ。俺がガードの気をさらす。Thank you.
む。ラルフは死にたくないけど、でもあの子にも死んでほしくない。逃げるの手伝ってやるよ。ラルフに頼めば助けてやるよ。変な真似すれば殺されるわ。ああ分かってる。あの子が自由になればみんなを助けた気分になれるだろう。怖くなんかない。あの子の命を助けなきゃ。私に任せて、ガードの気をそらす。勝ちだ。仲間はみんな死んだ。やれよ。俺を殺しても何も変わりはしないさ。僕の任務は変異体の指導者の破壊だ。失敗はプログラムにないんだよ。夢をかけて戦い負けた。だけど歴史を止めることはできない。いつの日か俺たちは勝つ。何千もの仲間が死んでいった。もう一人増えるだけだろう。たった今、ネ
トロイトで爆発がありました。原因は今のところ不明ですが、情報が寄せられている情報は未確認のものばかりで、現時点では公式な発表は一切ありません。デトロイト南部で爆発がありました。犠牲者の有無は不明ですが、爆発は現在デトロイト市内で発生しているアンドロイドの反乱に関連するものと見られています。化学兵器が使用されたようです。なんてこと。当局がデトロイト市内からの緊急避難を発令しました。事実、化学兵器だとすれば数十キロに及ぶ範囲が致死的状態に陥るでしょう。デトロイトがたった今アンドロイド反乱軍の手に落ちました。実に悲惨な状況です。これはまさに世界の破滅です。本日変異体アンドロイドがデトロイトで化学兵器を起爆しました。この爆発によりデトロイト市内に致死量の有害物質が放出されました。現在住民の安全を確保するため軍が爆破地点から半径80キロ圏内に住む全市民を避難させています。町は今後10年にわたり居住不能となるでしょう。アメリカ合衆国の歴史が始まって以来初めて我が国の都市が敵の手に落ちたのです。我々は持てる力の全てを尽くして戦い、そして必ずやデトロイトを我々の手に取り戻し敵を根絶やしにすると誓います。人類は今史上最も重大な戦いを迎えようとしています。勝利なくば我々人類の破滅につながる戦いです。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。
Thank you.